東亜佐駅は北海道雄仏群阿平町東和佐にある北海道旅客鉄道室蘭本線の駅である電報略号はとさ1975年の東和佐駅と周囲約750メートル範囲左下が苫小牧方面周囲は湿地帯であったために工作農業が根付かず早くから 牧場経営と落農業が盛んな地帯として開かれ、大気町へ移転するまで国内最大の出荷量を誇った雪印乳業のチーズ工場があった。駅は完全にずれた地鳥りの相対式ホーム2面2線で、駅舎横戸マ前側に貨物ホームと長い引っ込み線を有している。貨物荷物取扱い廃止後の現在は、この引っ込み線が放置されている。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成当駅の所在する地名より地名はアイヌ語のトアサあるいはトアサムとサムなど由来には諸説あるトアサムの場合はアビラ川奥の湿地帯を意味する相対式ホーム2面2線を有する伏線区間の地上駅点鉄機を持たない防線駅となっている 両ホームは一番線ホーム南側と二番線ホーム北側とを結んだ古線橋で連絡している。古線橋は L 字を背中合わせにつけた形態である。線路南東側の駅舎側ホームが上り一番線、対向側ホームが下り二番線である。無人駅。駅舎は構内の東側に位置し一番線ホーム中央部分に接している。有人駅時代の駅舎は改築され。 板取浜駅と同系の駅舎となっている。板取浜駅とは、破風の配色が違い、園児色である。駅舎内にやはり、板取浜駅と配置、個性まで同じトイレを有する。住宅が多い。また、落農地帯が広がる。ありがとうございます。